春の全国大会と呼ばれております。まだ3年生の状態で遠征についてきます。1回戦から40点のスコアするんです。クーラーカップ、そこで迎えたのが福岡第一戦です。前半で30点オーバー取ってます。井手口さんもこれはしょうがないってことで、秘策だ、コードレッドだ、プロ相手に使おうと思ってた福岡第一のゾーンプレスをもう発動するわけです。ゾーンプレス、これ秘策です。もう形勢が止められない、ゾーンプレスするしかない、ボールを運ばせるな、形勢のボールは、ウィンターカップ得点を239点、驚異の、もうここまで来たらゴールデンドリーナーの形勢ですよ。ついに A 代表、日本代表のもう一番トップオブトップのメンツが、そう、日本代表の八村塁選手が世界ランク3位、オーストラリア戦です。世界ランク3位です。めちゃめちゃ世界の強豪相手に富永啓生